はい、こんにちは。今回はパンチ力のある歴代日本人ボクサーのベスト5を紹介したいと思います。なお試験で選びましたのでご了承ください。ノックアウトダイナマイトの異名を持つ内山選手は24勝のうち20の KO 勝利がございます。左ジャブを効果的に打ち、離れた距離でもワンツーを的確に放つなど距離感が良く、長い距離で相手をコントロールできる強みがあるのです。内山選手は強打者ながら強引さはなく、パンチングマシンを壊したと言われている強打を的確に打って相手を仕留めるスタイルなのです。海老原選手はファイティング原田選手、青木選手とともにフライ級サンバガラスと呼ばれ、将来を期待されておりました。青木選手や中村選手、チャチャイ千代の湯を破って世界王座に挑戦しました。先生のリズムと絶妙のタイミングから放たれる左ストレートはカミソリパンチと呼ばれ、33の KO 勝利を積み重ねました。海老原選手はその強打から拳の骨折を7回経験したのですが、精神力と根性が尋常ではなく、試合中に拳を骨折しても試合終了まで耐えることもあったのです。右ジャブや防御はいまいちと言われていた三浦選手ですが、一発で試合をひっくり返す左拳で世界戦まで勝ち上がりました。三浦選手は WBC 王座を4度防衛後に陥落し、ミゲル・ローマンと WBC 世界王座への挑戦者決定戦を行います。ローマンはここまで56勝43 KO のハードパンチャーで怖い相手なんです。打ち合いに自信のある両ファイターの打ち合いが続きますが、試合後半はパンチ力とスタミナに勝る三浦選手にペースが傾いていきます。迎えた第10ラウンドに
三浦選手のものすごい左ボディーブローが突き刺さります。11ラウンドにはダメージが大きなローマンから連打で2度目のダウンを奪います。試合開始のゴングが鳴るや否や、挑戦者は王者にちょっとつ猛進し、右パンチを放ちます。大曲選手は中学を卒業後、仕事で40キロの砂袋を3つ担いでいたようで、自然と力がついていき、怪力ボクサーとして知られていました。とてつもない怪力ボクサーが繰り出すパンチはやはり強烈で、特に右フックと左フックが強烈な破壊力を持っていたのです。大曲選手は勝った試合の 94% が KO 勝利で、負けた試合全て判定決着です。手数が少ないのでパンチが当たらないと判定で敗れてしまいますが、一発が当たるとそれで試合が終わってしまうのです。15試合連続 KO 勝ちの記録保持者である濱田選手は非常にストイックなボクサーで、現役時代はボクシングの試合以外はテレビを見ることなく過ごしました。連続 KO 勝利中、左拳を4度骨折し、2年間ブランコを作ったりもしましたが、不屈の精神力で乗り越え、連続 KO 勝利を積み重ねていきました。ブランク中は右のパンチだけを徹底的に鍛え、ジムだけでなくアルバイト先の工場の鉄骨を素手で叩いたりもしたそうです。ついに世界挑戦の日が来ましたが、世界王者は37勝35 KO 2敗と高い KO 率を誇り、苦戦が予想されました。浜田陣営の作戦は、最初の3ラウンドで全てのスタミナを使い切ることで、開始と同時に浜田選手は世界王者に襲いかかり、怒涛のラッシュを仕掛けたのです。接近していても浜田選手のパンチは強烈で、この日は渾身の力を込めて左拳をヒットさせました。右から左、はい、チャンピオンだ。浜田のパンチが世界を制しました。ニューヒーロー。荒々しいファイトスタイルでハンマーパンチを振ります藤選手は、破格のパンチ力で勝ち上がり世界挑戦したのです。世界王者ロポポロはオリンピックで銀メダルを取ったテクニシャンで、
藤選手のパンチはことごとく空を切ります。それでも藤選手は突進し、一発のパンチで相手を倒してしまうのです。今見ての九州の岡山見ての僕のばあちゃんと、ばあちゃんに僕すごく嬉しいね。僕のばあちゃん、藤井のばあちゃん、おばあちゃんご覧でしょうか。世界王者となった藤選手は初防衛戦の相手にテクニシャンのクアルトワを迎え、なかなかパンチが当たりません。ヘビー級ボクサー並みのパンチ力があると言われた藤選手は一発で相手を倒してしまいます。初防衛がなりました。水田氏の初防衛なりました。第4ラウンド進んでおります。トンが舞います。苦戦はいたしましたが藤勝ちました。やはりノックアウト勝ち。しかし郡司さん、パンチが強いということはなんといういいことでしょうね。ボクサーにとってね、はい、絶対ですよ。そう。